Going Medieval。 納得いかぬ判定負けを繰り返したものの、火事場泥棒の撃退に成功。シャレにならない寒さの冬がやってきたけど、今回も頑張って開発進めましょう。うお、早速狼の襲撃だぞ。見事に統率された狼の群れ。百科あー、スキル経験値かは肉のボーナスタイムだあー。この防衛体制だと狼が哀れに見えてくるぜ。じゃあマリサはお肉抜きね。あ、食べる食べる。よろしい、ならば今夜は焼肉じゃあ。28匹の肉ゲット。はいだ川で冬服も作れそうだぜ。レンガの生産性を上げるために、もう一つ釜を追加。来年は綺麗なレンガの家に住めたらいいな。ふふ、狼の皮で品質用の冬服ができたぜ。やったー、これでご機嫌アップだぜー。大事に使えよ。あ、移住希望者が来た。医学ができて近接武器と射手もできる戦うお医者さんっぽいな、病気らしいけど。マリサと同じ病気らしく、HP がギリッギリでございます。性格は虚弱で寒さに強い。寒さに強くて虚弱な病気な医者？こいつ矛盾だらけじゃねえか。そんなあなたのコードネームは虚弱先生。今後は闘村の医療担当として頑張ってね。よろしくな。さて地下拡張して大広間作ろうかしら。お、影響力増加して目をつけられるようになったってよ。じゃ地図作成を解放して後で周りの様子も調べてみましょ。だな。地図作成台は前回適当に掘った部屋にでも設置しときましょ。空き部屋の用途が決まってよかったな。ここの床バグって貼れない。相変わらずのバグだらけの世界。ここから先は、バージョン 0.7.15 でお送りいたします。お、パッチ来たのか、バグ減ってるといいな。なんか工房にベッド置いても部屋認定されるらしいので、ここをマリサの縫製工房にしようかと考え中。やったぜ嬉しい。敵が来た。しかも投石機も来とる。まだ開拓して2年も経ってないのに、最高難易度3本気出しすぎだろ。敵 A25 名急兵投石機あり。お前ら真冬にそんな本気出せるなら真面目に働きなさい。怒っても仕方ないぞ、落ち着け。投石機は異次元に飛んだのか、4台の予定が2台で済んでるっぽいけどどうなることやら。まあとにかくやるっきゃないな。うおおお、ぶち転がして雪だるまにしてやるー。皆の者を、覚悟はいいかー、矢を放てー。敵はまだこちらに気づいてない、奇襲だー。射程内とすら気づけぬうごうの衆、投石で壊される前にやるぞ。ほわあ、石飛んできたー。うろたえるな、当たりどころが悪くなければ死なない。ひぃ、衝撃で床が抜けたー。関所の右側はまだ使える、こっちに移動するぞー。おかしらー、こりゃピンチですぜー。山賊ごっこできてるうちはまだ余裕だ、いいから撃てー。あいあいさー。撃て撃て撃てー、その金ピカ鎧置いてけやー。てかまだ序盤なのに敵さん最強のプレート鎧着とるやないかーい。アプデで敵もプレート鎧着るようになったのかな？でも構わん、奪ってしまえば互角の防御力だー。さすがおかしら、ブレないぜ。あ、やばい無慈悲なドア突破された。ドアまだ2枚あるぞ。いや通路を塞いでた直置きの屋根が透析で壊されてるから、これじゃ通れちゃう。やべえ、おかしらー、敵がなだれ込んできちまう。関所の扉も透析で壊されちゃってるしどうしましょ。両立功、急いで後ろのドア閉めてー。普通のドアだしこんなんすぐ壊されちゃいやすぜ。どうせ奴ら疑惑の判定勝ちして帰るんだ。もう少し耐えればきっと大丈夫。戦えー。そういや5時間と45分で帰るならもうすぐか？ってほんじゃあ、私のサバイバル生活で作った拠点が、透析機の攻撃はマジ無慈悲だぜ。あー関所の裏口のドアにも敵張り付いてるし、こいつぶっ転がさないとまずい。どんどん敵に侵入されちまってるし、ここも風前の灯火だぜ。レンガ用の釜や、石膏の加工台とかもバンバン壊されちゃってるみたい。普段ドア開けるの面倒で開けっぱなしにしてたから、敵の壊したい放題になっちまってるぜ。ズボラな性格がだとなった。お前の研究台もぶっ叩かれてるぞ。いやあ、やめてー。そしてついに裏口も壊された。へへ、このダークマリサ様のナックルパンチの威力を見せてやるぜ。おらあ。マリサ、無茶しないで。もういっちょおらあ。マリサの格闘スキルが1に上がりました。あ、雑魚すぎてさせーん。うん、このままだと死んじゃうから後ろに下がってね。あいあいさ。だらあ、今度は私が相手だあ。さすがおかしら、斧を持った相手の攻撃を華麗にかわしたぜ。顎だ、顎を狙うんだ。あ、うちらは普通に援護射撃してるんで。
じゃあ、よし、クリティカルヒット。おかしら、クリティカルヒットでも3しか当たってませんよ。よっしゃあ、一人やったどう。この調子で残りの奴らもぶっ転がすぞー。てかもう6時間超えてるのに奴ら帰らねえ。問題ない、帰りたくなるまでひたすらボコってやるー。今回もジャッジは賄賂もらってんなこれ。敵の都合のいい時だけ延長戦を強いられたけど、かーあったどー。時間は8時間24分敵さん20名を亡くなり、こちら建物被害甚大、あと私結構な怪我。残党もぶち転がせー、真っ赤な雪だるまにしてやれー。やっとの初勝利にお頭も生きて喜んでおります。念願の鋼のプレート鎧を手に入れたぞ。丸してでも奪い取る。いろいろぶっ壊されたが防具だけはいいのもらえてよかったぜ。巨弱先生、怪我してるところ悪いけど私の治療よろしく。終わったら他の子もよろしくお願いします。自らが怪我しても他を先に治療する立派なお医者さん。翌日みんなで修理を開始。真冬だってのに派手にやられちまったな。透析機が思いのほか強かったので、これはテコ入れしないと生活できなくなるかも。防衛強化しなきゃだな。あ、そういえば樫の木の同胞の祠透析で壊されちゃったから、地下に作り直しましょ。あれないと料理っ子の機嫌がヤバくなるんだよな。防衛強化はまずは一段高いところに登って敵球兵が攻撃できないように、壁作って車線を切ります。そしてここに堀を掘ってカックンカックンした通路作ります。まあカックンカックンした通路とドアは有効な防衛方法だもんな。実は私自身禁じ手として封印してる技があって、それをやる一歩前の手順だったりもします。意味深だな。透析の恨み忘れぬ。かなり根に持ってんな。大クッコがブチ切れた。ご機嫌も真っ赤だな。まあ醜い衣服はマリサ次第だから服飾頑張ってね。すまん材料あるから後で作っとくわ。てか大クッコも料理っ子と一緒で、宗教がどっちつかずだからそれが原因かもな。あ、そういえば神殿作ろうと思って穴だけ掘って忘れてた。安定のやらかしい。そうして、壊されたところを直してたら、女の子が逃げてきた。輝く騎士にさらわれたけど、やーんに紛れて逃げてきたってよ。輝く騎士にさらわれるとか、ちょっと乙女チックなシチュエーションかも。ただしイケメンに限る。鎧は輝いてたけど中身は輝いてなかったのかな？仕方ないかくまってあげましょ。経歴は残虐なる大官。濃度が反乱を起こし領主になったのにちゃっかり横領。疫病が蔓延した時には治療師から薬草を奪い、その手には血濡れのカミソリが。ゲスの極み。まあスキルもパッとしないけど、うちでしっかり構成してもらいましょ。だな。そんなあなたには目立つスキルもないのに真面目に働き、最後には戦いで殉職したあの子の名前を与えます。ステルスッコ。最初の村の透析機使いだった娘だな、懐かしいぜ。んじゃ、敵さん来る前にもうちょい防衛強化しましょ。追っての場合は敵の到着時間がわかるから防衛計画立てやすいぜ。普段危なくて近づけない敵の出現ポイント近くも整備しに行けるので、むしろありがたいまであるよ。ステルスッコの追っ手が来たぞ。輝く騎士の従者が乗用馬に乗り、リボンで飾られた彼女にしている。馬を助走させて彼女と言い張る、変態上級者じゃねえか。あ、相手女騎士さんなのでギリセーフです。そういやアプデで女性も攻めてくるようになったんだったな。敵鋭27名級兵あり。輝く鎧いただきます。本日の獲物。まあこの程度ならただの早送り案件であります。さっきちょっと言ってた禁じ手とかってのはもうやったのか？これはまだやってない感じ。次にやるから比較しやすいようにやる前に一戦しております。そうなのか。今はカックンカックンした通路とドアで防衛な感じ。でもこれすらいらなくなるよ。マジか。かーあったどう。いや疑惑の判定負けしてんじゃねえか。木の扉壊されたから負けとか？じゃこっちもズルしてでも壊されない努力してもいいよね。おかしらご立腹。だー、まどろっこしい。まどろっこしいからって街の名前を叫ぶな。あれ？他の街の画像なんて見てどうしたんだ？こちらあまりの強さゆえ封印されていた都市、ニューマットロッコシティでございます。この都市を作ってる時に気づいた反則技。堀の上の床の前に柵を置くと敵が通れなくなって、透析機も攻めてこなくなるバグ？疑問系じゃねえか。いや私穴の上に薄っぺらい床だけしかなくてしかも柵とかあったら通りたくないし、しようかも。そうだったとしても卑怯くせえな。敵が卑怯な判定勝ちする方が悪い。開き直りやがった。んじゃ、開発に戻って地図作成台が完成しました。黄色いところがうちの影響力らしいな。
何に影響するかは謎である。おい。あと敵対してない勢力にだったら、うちから対象出すこともできるみたい。そんなんもできるのな。そのうちゴミでも押し付けましょ。こら。春になって赤すぐりも取れるようになったので、醸造所ここに作りましょ。これで酒飲んでご機嫌アップだぜ。とりあえず在庫300個くらいで調整しましょ。投石機の襲来ですっかり後回しになってた、大広間の建築に取り掛かります。で鹿の剥製どんだけ飾るんだよ。いらない骨の在庫処分。敵さんが来るのを待ちながら、のんびり周辺を掘ってさら地にしております。まったり開拓。そういえば私の図書室も投石で壊されちゃったので、穴掘って新しく作り直しましょ。本の置き場も手狭になってたしちょうどよかったかもな。そうして、のんびり開発してたら、敵さんやってきた。卑怯臭い謎の柵の最初の犠牲者が来たぜ。敵 A25 名急兵あり。無様にはまっておいきなさい。怒りのお頭の無慈悲なバグ。敵はここから先には進めません。あ、ギリこっちの射程も届かんかった。アホか。念のために横からも撃てるようにしてるのでもう満体。でも戦闘の虚弱先生が集中攻撃されちゃって危ないな。まあ次回までに対策しましょ。だな。さあ撃て撃て撃て。敵は扉に触ることもできない。勝利は目前ぞー。バグ技ではめてでも生きる。それがお頭のジャスティス。百科ー、身ぐるみ廃じまえ。羽橋城の床に柵置くだけで敵さんビビってやがるぜー。やーい、来れるもんならこっち来てみろー。って、これでも負けるんかい。時間は5時間45分敵さん9名お亡くなり、こちら建物被害なし私が怪我したくらいか。卑怯臭いジャッジに勝てぬ。まっとろろこしていい。こりゃ町の名前を叫ぶしかねえな。では戦利品を漁りながら今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。卑怯臭い城壁は昔の動画でも一瞬出てるから、概要欄に URL 貼るのでよかったら見てくれよな。では、またお会いできることを願って。え、またねー。